こんにちは。今回から、昼以外に見ている人を見捨ててるかのような挨拶でやっていきます。こんにちはにそんな深い意味ないから。ちなみに、この動画は副音声的なテロップが画面上にたまに出るぜ。合わせてみると良いと思うよ。ということで、今回はトレーラーヘッドを入手したので、無事故無違反で運転していくよ。今更感やばいな。ということで野良に来ました。どうやらスマホメニューから開くとのことで。今回は高速の手前にあるパーキングエリアまで運ぶぜ。じゃあここからは事故と違反のカウントを始めるよ。あ、早速事故ったね。まあとりあえず落ち着いてやろう。結構急ブレーキだな。これ海にある状態でやったら絶対危ないぞ。なんだその言い方は。何も気に触るような言い方してないんだが。うわこいつテレビに向かってブチブチ言ってる。しかも今実況中だから。ここは人いるから気をつけないとな。おうすれすれー。さあトレーラーのところに来たんだぜ。人にぶつけたら事故だよマリサ。んなこと知ってるわ。ついに出発したね。この時点で無事故、無違反という目標は失われてるんだけどな。うわぁ。完全に事故ったね。結構手こずったんだぜ。はきついな。こうして見るとかなり後ろが振られてるね。スピードは出てるけど一応速度違反はしてないよ。倍速の時にそれ言ってもあんまり伝わらないぞ。てか錬金スポットが発生してるじゃん。これは回収しないと。そういえば、さっきルート選ぶときにスマホいじってたのって違反だよね。ここからは駐車シーンだぜ。
結構時間余ってたからもうちょっと慎重にやれば無事故無違反だったかもな。次は普通のトレーラーを牽引するぜ。どうわなんと高速道路上でのガスかけ。これ止まっちゃうんじゃないか？心臓さえ止まらなかったらよし。なんだよそのポジティブ思考。ぶつからないようにな。あ。事故。無事救入できました。無事じゃないだろ。まあもう事故るなよ。